数学とかね、全科試験の基本事項を森先生に徹底教習。で、一番ダメな勉強をしてる人多いんですよ。さあ、こちらチャンネルです。こんにちは、鈴木監督と申します。あ、これやらない、こんにちはやらない、やっていいよ。ちょっとされないでくる、はい、こんにちはやらないのこんばんは、危ない危ない、またそれサブチャンネルと同じくだり、はい、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。何もうそういう芸能界みたいじゃん。もう芸能界みたいじゃん。もうね、年明けです。クリスマスも来てねえよ。そうそう、クリスマスも来てないけど、冬至、今日は冬至、冬至担当ということで。冬至って何ですか。そウィンターデイで、サブウィンターデイじゃなくない、書けないだろ。冬至知ってる、知ってるよ、書けるんだ。投資これだってそもそもこれ至るでしょ。あ、至るね。至る、漢字知ってるんだよ。少しは知ってる、かさかじゃないのね。かさかじゃないのね。三かね、かさか。で、今日あ、そうは太陽でしょうね、多分ね。当時ね、はい、ゆずりに入ってください。で、今日はテーマはこの後、実はもっちゃんにあのフィボナッチ数ですとかね、はい、何ですかそんなの、二交換全か三交換全化式とかっていうのをやるのを一緒に聞いてもらう予定なんだけど、はい、君トゥーフールだからね。You are too fool to understand. Fool は名詞だから too つけらんないよ。わかった。俺は全て間違いです。で、少し、はい、あのその前段階として、はい、もうちょっとあの数列とかね、全科式の基本事項を森先生にレクチャーしようかと、はい。レクチャーね。レクチャーね。ジオマティックシークエンスとかね。シークエンス、何の並びなんですかそれ。数列、等比数列。等比、ああ。レーシオが等しいね。はい、レーシオが等しいシークエンス、はい、とか、全化式。全化式って書ける。全化式、ああ、知ってる知ってる。そうそうそう、これ。ね、僕一応数学ね、これ、それまで。これ何て言うの、潔い。なんか全然。全然違う、これ何知ってる。潔いは潔癖の欠なんでしょ。ようやく。ようやく。間違ってたら編集してね。いや、合ってますよ。ます、知ってるから大丈夫ですよ、それぐらい。もうちょっとやるのに、例えば、こう来たら、こう、次は。9。これ、こういうの、トーサスですね。これをジオメリックって言うんですか。違う、これは、アリスティック。アリスメリック。アリスマティックシークエンス。あ、それ数列。トーサス、トーサスです、ね。シークエンス。で、こういうのは、例えば、これが1番でしょ。1番。これ、ただの奇数やつまんないから。いい数値にしようか。因数値、いい、あの、中国語でいい数値。ああ、そういうこと。いい、ああ、算数ってことね。ね、3ずつをね。じゃあこれの例えば10番目はいくつですかって言ったらどうやってやすの。計算するやつですね。うん、なんか3ずつ足していくってことだから、そうそうそう、はい、N プラス3みたいなやつでしょ。1足す1足す1足す N プラス言われたとおりじゃねえや、2 N プラス2じゃねえの。これ10番が出んのこれ。知らん。13なんちゃう。全然違うよ。これはね、やってるから、勉強したから、3ずつ増えていくんでしょ。いいの出せるの、恥さらしてるだけになるよ。俺はね、カットできるんですよ。そういう時はね、具体的なところから、こう身近に手に届く範囲の身近なところから出せよ。身近なところ 4番はいくつかなとかさ、はいはいはい、これ100番いくつかなって最後100番 N 番まで引くんだけど、うん、これどうやってできてるの。これは3が2個足されてますね。これはこれは3が3つ足されてます。じゃあどうでしょう。例えば4番のこの10をどう出すし、4番なのに3回足してんだよ。あー、 N 引く1か。そうそうそう、はいはいはい、ね、これ小学生がやるときは植木算っつってね、植木算って知ってる。植木算、植木算、植木、木辻無算みたいなやつね。植木をね、5本並べるときには、うん、間が何個ありますか。4ね、植木の数よりも間の数の方が1個少ない、うん、少ない。で、距離に関係するのは木の数じゃないでしょ、うんうんうん、距離に関係するのは間の数でしょ、うん、こうやって植木さんってやるんだ、こうやって小学生が、うん、こうやって1個3メートルずつで、ね、木を4本植えました、うん、何メートルですか。9でしょ。4本なのに 3×3 なのは4基、4引く1だね。木の数が4本だったら間の数は1個少ないですよ、うんうんうん、だからこれも3を足す個数は4番までには3回ですよ。だから N-1回、うん、N-1回3を足すよと、うん、何に最初の1、これでこの10が出るわけですよ。4を入れれば、うんうんうん、じゃあそしたら10番出せるでしょ。あ、だ10をここに入れればいいわけですね。そうそうそう、じゃあ一般的にじゃあ N 番を出す式は3N-1 プラス1、まあ、この式でね、はい、でこういう時にあのこの数列の、まあ、別にそっちでもいいんだけど、ちょっと待って、そうすると10の場合は28ってことですか。そうそうそう、はい、でこういう時に、高校
ではこういう数列のこの一つ一つのこうっつうんだけど、こうね、うん、こうこうこうってこの字ね、知ってますよもちろん、知ってるね、はい、こうをこう A1、A2、うん、A3、AN っていう書き方ですね、うん、あ、やった気がする。でこの場合だったら等差数列の一般項 AN っていうのを表す式が今言ったやつ、最初の数に3を N 引く1回足しましょう。これが、等差数列の一般項を求める式で、これが3、まあ、計算すればいいだけね、 3N-2 っていうね、であとは N こういうの入れていけば一般項出ましたよと、でこれが AN を N で表す式、AN と AN プラス1の関係と4番と5番の関係、5番と6番の関係だったらどういう式になるかというと3、そうですね、単に AN たす1っていうのは AN にプラス3、そういうこういうのが全化式、お、これを全化式、ね、あの1番が決まれば2番が決まる、3番が決まれば4番が決まる、どん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 全次決まっていくからね、全次決まっていくから全化式、なるほど、ね、そういうことなんですね。全次英語で何でした全化式は、忘れたさっき始まる前にちょっと調べたんだよな。さっき見てたのに。長かったんで覚えられなかった。なんか recurrence って書いてある。Google 翻訳によればね。Google 翻訳の数学用語ね、間違ってる場合が多いで、合ってるかどうか知らない。ロンドンで日本人高校生に教えてる時に、その数学の本って英語だから、いやこれ多分この意味多分全近線じゃんと思って、で全近線で、ね、中辞典だとね出てこない。大辞典で調べるとちゃんと全近線が出てきたけど。全化式自体載ってないのか、一緒には、そうそうそう出てこないです。でこれが等差数列の全化式、で等比数列、じゃあ今度ね、今度これ今どん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 足していったでしょ、はい、じゃあ今度例えばじゃあ最初1でいいや、1じゃあ3でいいや、1、3、9、27と、次何、あこれかけていってますね、3を、ってことは141じゃないわどっから出てきたその141じゃあこれも一般項、一般項 ANN は例えばじゃあこのと27はどう出てきてるかというと 1×3、3×9、9×3、うん、だね、そう5番、またこういう3番、2番、1番、はい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 、また出たこの、こっちが AN、ね、だからこれが A5、A4、A3、はい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 、A2、やった記憶があるわ、A1、これなの、これはでも受験期以来全く触れてないですわ、うん、と1番は1でね、 A2 っていうのは1、2、3でしょ、はいはい、そうですね、で A3 っていうのは1、2、3をかけたその前にもう1回3でしょ、うんうん、あだからじゃあこれもじゃあ一応一般項を求めるこれ N のついた式、うん、N をこの式に代入すれば AN が出ますよっていうのが一般項を求める式ね、全化式だったらこれなの、全化式だったら全化式ってのは前の項が分かれば次の項が分かりますよって、はいはいはい、だ AN と AN プラス1の関係、うんうん、AN プラス1はこれはどうやってきてるかというと、うん、この前の項に3をかけてる、ね、だから前の項を3倍するってこれだね、うんうんうん、そうですね、そうでしょ、はいはいはい、この9、はい、ね、うんうん、9っていうのは3に3をかけてる、うんうん、これ2番だったら A2 っていうのは A1 と1に3をかけてるでしょ、うん、1に3をかけてる、うんうん、3は 1×3、これが全化式、うん、でじゃあ一般項はっていうと A4 っていうのは 1×3×3×3、 なるほど、ってことは3のなんか N-1 乗みたいですね、うん、その通りです、はいはいはい、でしかも今初項が1だから、うん、1かけるだけで1がかけてる同じだから、うんうんうん、だからこれは3の N-1 乗っていう、これが一般項の通りだ、はいはいはい、一般項の式、全化式はこれで、今2枚用意したのはこれ、同じ等比数列って感染拡大してるでしょ、うん、これってまさに等比数列なんで、感染拡大っていうのは、うん、で等比数列ってこの公比が3とかだともうすぐとてつもなくでかくなっちゃうね、うんうんうん、これもう6とかでも計算するようになっちゃうからね、なるほどね、3の5乗、あ、3の5、うん、3の5乗ぐらい前と81とかける、うんうんうん、でその次になるともう嫌になっちゃう、うんうんうん、っていうにもう爆発的に増えていっちゃうから、だからあんまり公比をでかくしたくないからまた3にしちゃったんだけど、うん、これだったら今度初項が2になってる、そうですね、じゃあ同じ初項ってこれのことだったのね、ああ、どんな感情を、いやだから偉い人初項ファースト、初項はそういうことね、初項が、初項がそういう意味でね、はい、最初の項です、はいはい、最初の項が2であると、全化式は同じでいいよね、はいはい、だって前の項を3倍するのは同じだから、うんうん、全化式は同じ、その代わり初項が違う、うんうん、と今度は単にここが2になることですね、それをどう一般項、この場合の一般項は 2×3×3
で N-1 が出ます。これだから一般項、はいはい、もう出ますと、ね、うんうん、だ等比数列の一般項は公式風に言うならば、等比数列は初項かける公比ってまあ R 使うことがあるんだけど、うん、あ、でもあれか、あれレーシオと言いますと、レーシオが R の N 低い1乗、これだから一般項、この僕のまさに数学覚えた時こういうのしか覚えてなかったから、意味を何も覚えてないから、ああ要するに結果だけを丸暗記してテストの時にそこに数字を当てはめてなんとか点を取るっていう一番ダメな勉強法ね、一番ダメな勉強法をしてる人多いんですよ実は、特に君のチャンネルだったらそういう人多いだからこの授業がまさにこれだって、うん、何も分かんない、うん、ただこのじゃあこの結論だけはい覚えてね、覚えてって言ってでテストの時にあここに5入れればなんとか答えが出るとか、うん、そういうそういう一番ダメな勉強法ね、しかも同じ問題なんだから仕組みとしては、最初の数にこの項比をどん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 かけていく、うん、かけていく個数っていうのは番号よりも1個少ないですよと、なるほどっていう仕組みでできてます。項比も、項比も意味が分かりました。これが等比数列の一般項で、で次に比項比であってる、あ、比である、やっぱりそうだね、項比ってなんか、で一応この後そのもっちゃんとのやるやつは三項間全化式っていう難しいことやるのに、こういう an プラス1は 3an プラス2とかね、うん、じゃこれの一般項を出そうって言った時に、でもちろんこれ初項が分かんなきゃ、一般項を出すっていうのは n を出すってこと、一般項ってのは an を n の式で表す、はいはい、ださっきだったら、うん、さっきの1、3、9だったら an は3の n 引く1乗っていう、うん、もうこの右辺の n に数字を入れれば出る、なるほどね、で全化式っていうのは2つの項の関係、前の項を3倍すれば次の項が出ます、うん、これが全化式、うん、で全化式から一般項を出しましょうっていうのが全化式を解くと、へえ、そういうことなんですね、うん、だこの式からこれで今もちろん全化式は初項が分かんないと絶対出ないんで、うんうん、初項は必ず与えられます、なるほど、初項と2つの項の関係が与えられると一般項を出す円の式が出ますっていう、これだけなんで、これ何とも分かった、うん、なんかこれをちゃんと習いたかったですね、もしかしたら習ってたかもしれないけど、そう分かったね、そう、何にも分かんなかった、分かってもらって、じゃあここで一応分かってもらいました、そうなんですね、だこれがこの139と27っていうのは全化式で言うならこれ前の項を3倍して次の項ですよと、はいはい、でスタートが今1ですよと、うんうんうん、じゃあこの関係から一般項はっていうとこういう式で出ます、うんうん、でこれだから2、6、18だったら今度ここは2になるだけ、はいはい、そうするとこの関係も項比が3で初項が2だったら初項×項比の n-1 乗っていうのがさっき、まあ、公式ですね、 AN は A1×R の N-1 乗っていう、まあ、これ一応公式でなるこれね、だ結論だけならこれね、 A1 番に公比を個数より1個少ないだけかけましょう、なるほどね、もう完全にここだけなんか記憶にあるわ、これだけなんとなくやったなっていう、それを出す過程がこれで、なるほど、でただ今度はここにこんなものがつくと困っちゃうと、また加わってる、ただし基本としては等比数列なわけですよ、うん、これがなければ、うん、なければこれだから、うん、じゃあこれがあったらどうするかって時に、例えば解けるようにわざとらしくできた an-1 が an+1-1 っていう風に、例えばこんなね、もう解けますよっていう形、これ実は、うん、っていうのは、うん、これ自体を新しい数列と置けばこうでしょ、 bn プラス1は 3bn っていう、同じでしょ、 a が b に変わっただけね、はいはいはい、でこれもちろん a1 が与えられていれば、 a1 が例えば1じゃなくていいな、この場合じゃあ2か、1だと0になっちゃうからね、うん、a1 が2ですと、うん、そしたらこの b っていう数列は b1 はいくつ、 a1 が2だったら、うん、で b ってこれだから、うんうん、2引く1だから1、ね、でじゃあ今 b はこういう関係がありますと、うん、いうとこの b をの一般項は b1 が分かってる、はい、B1 は1で全化式も基本的な形で分かっていると、うん、B1 が1であると、うん、ここが1になると、うん、はい、かけているのが3、うん、3で N-1 はそのままでしょですね、そうだ、 BN っていうのが今もう出ましたと、 3, か、うん、3の N-1 乗って、うん、で BN って何だっけって言ったら BN っていうのは AN-1、 AN-1 っていうのが3の N-1 乗ってことは AN は3の N-1 乗に移行するだけと、ああはいはい、なんかあった、こういうのもこんなのもなんかあった、これは全化式を解くって話で、じゃあ今ねこれをこういう格好になってれば解けるよっていう話で、これで多分もしかしたらね、もしかしたら覚えてるかもしれないけど、ここでこっそりこの方程式解けとかっていうのは、それはだらこの方程式解け勝手にこっそりね、こっそり解けよ、こっそり解けよ、こっそりだね、実は何だこの方程式だって、うん、この方程式なんだよ、特性方程式って言うんだけど、うん、この全化式を解くための
特性方程式がこれなんで、うんうん、でなんで個数かというと、だってこの式から別にこの方程式が必然的に導かれるわけじゃないでしょ。なんかだって突然これもこれも x しちゃっただけの話じゃない、うんうん、でじゃあこれ一応個数とかどうなんだろう。マイナス 2x が2だから、うん、x イコールマイナス1、うん、こっそりこの方程式といて x がマイナス1と出たら、うんうん、じゃあつって an プラス1足す1は三角 an プラス1だなんていうふうにね、うん、こっそり変形しちゃうわけ、うん、でなんでこっそり変形していいか後でちゃんと説明するよ、うん、このこっそりの技だけ教える先生も多いからね、うんうんうん、技だけ教えてこうやって解けばいいんだっつってね、うんうんうん、でこれだったらさっき解けたわけでしょ、うん、これを置き換えるとね、同じやつ bn っていうね、うん、置き換えるとで今 b1 は x ですから、ね、b1 は1が1ここ1入ると、うんうん、1足す12、ね、2×3 で6だから b1 はこれだから、ああそっか、その中になるから2になる、ね、うん、で今もう bn プラス1と bn の関係出てるね、プラス1は 3bn だから、じゃあ bn っていうのは b1 が今2と分かった、これにすんの？そうでしょ、うん、だってもうそういう感じになってる、これにするんだから B1 は2でしょ、うん、2でかける R が3の N-1 で BN っていうのが AN 足す1のことだから、からプラス1があるから後ろに持ってきてマイナス1、 AN は 2×3 の N-1 を マイナス1、はい、でこれ確かめてみる、うん、これね、そうですね、具体的な数字があった方が、うん、で N1 入れるとこれどうなんですか、3の0乗は、あ、1ね、そうね、0乗は1なんでしたね、そういえば2引く2引く1は1あってね、A11 だってね、じゃあ一応試しにこれ A2 出してみよう、 A2 はまあ全化式が分かってるのから出すもんね、うん、A2 はじゃあこっちから、こっちから、あ、そっちから、こっちから出してこっちでも確かめるだけ、ああなるほどね、 A2 だったら N に1を代入すればこっちの左辺が A2 になるのかな、うん、で A1 は分かってるのか、 A1 は1だから3足す2だからここだね、じゃあここにちゃんと2を入れると、ああ 2-1 1だから3、2が6引く1で5、うん、なるほどなるほど、でこれが解けましたって話ね、へでここでしょ、これなんだって、そうそうそう、なんだのその裏技、これなんだと、これなんだを知らない高校生 99% こっそり技だけ教わって、うん、なぜこうなるかして教わんない、で要するにいいか、もうここまで見てる人ほぼいないと思いますけど森出チャンネル、そう、数学のだってこの間40何分やったでしょ、うん、平均視聴時間1分だったから悲しい内容に関するコメント一切ねえなと思ったら多分誰も見てえんだろうなと、すごい数学的にはいい話してたんだけど、めちゃめちゃ編集時間かかってるからね、普段の何倍もかかる、内容自体も、ね、相当いい話のはずなんだよ、内容がいいよって言って見てもらえないやしょうがないんだけどね、サムネで釣ればよかったですいやサムネで釣ったって途中でやめたでしょ、分かんなくなっで問題はなんかこれなんですよ、要するにこの全化式は解ける形にしましょうと、うん、解ける形ってまさにこういう形なんですよ、うん、もう単純な bn プラス1イコールなんとか、これだから等比数列の基本形でしょ、うん、等比数列の全化式の基本形、うん、こういう形にしたいと、うん、ただしそれにはこの余計な数がこの場合使ったら上でここにあるから、はいはい、じゃあどうしたらいいかって時にこの式を理想形である an プラス1マイナスアルファイコールでベータはこの場合はまあ3がいいのはもう明らかでね、うん、だから3にしといて an マイナスアルファ、こういう格好になってれば解けるよと、でじゃあこれ整理しましょう、単に展開して、ね、an プラス1イコール 3an、 こっちどうなりますか、プラス 2α ね、でやっぱり4に見える、はい、でこうしてだったらこれ元の式をこう変形したいと、元の式をこう変形したいと、じゃあこの時点で α いくつだったらいいかっていうと 1? だね、1だね、うん、マイナス 2α だよね、そうそうそう、マイナスでしょ、やっぱりおかしいと思った、そこで間違ったかな、マイナス 3α、プラス 3α だから、はい、で α はマイナス1だったらいいねと、はい、そうするとこのように変形できますよと、そのための式がなぜこれかっていうと、まあ、なんか似てるけどね、3と2があるのは確かに、うん、でこのための式になぜこうなるかっていうと an プラス1マイナスアルファイコール 3an マイナスアルファで、これで一瞬ちょっと頭を戻してた、今日寝不足だから2時ぐらいに寝て7時に起きて編集してね、だこういう理想形にしたいと、うん、でこれドンと引き算してみようか、こいつとこいつでドンと引き算、なるね、はい、上から下引くからこれがマイナスアルファがプラス2か、アルファイコール 3an と引くからなくなる、うん、でことは 2プラス3アルファね、だこのアルファが求めるでしょ、これで実はそのまんまこの式、この方程式じゃん、ああそういうことか、これが逆になればいいんだ、うん、まあ、そもそも最初からこっち、まあ、3アルファプ
暮らすっていうね、うんうん、要するに今これが理想の形、これが本来の式。なるほど。で単に引き算するとこの方程式が出てきますよ。だからこの方程式を解いたアルファがここのアルファになりますよっていう、うんうん、だからこれを解けばさっき見たくこの全化式が解けましたっていう話になります。あ、やって一応意味分かってもらいました、うん、途中これできっと多分ね数学ああそうだったのかと思う視聴者が、うん、2人ぐらいいるのか、2人ぐらい多分5万再生で2人とか悲しいけどないよ。いやでも多分ねきっかけで、あでも いますからね、うちのチャンネル見て、うん、カンタロウさんいいってなってカンタロウさんを見るようになる人とかもいるんで、実際3人ぐらい、じゃあ8万再生で3人まあ少しでも来ていただきましょう。そうですね、ぜひこの間とは、はい、ありがとうございました。はい、感謝しました。 Thank you for watching. Thank you for watching.